さん、こんにちは。福岡ハートネット病院病院長の樋口正則です。2020年から勤務しています。病院名が変わったのと同時に病院長になりました。社会的意義があり、生活が安定する職業だからです。その中でも医師を選んだのは、自分自身の体のことを頭の上から足のつま先まで自分で知っておきたかったのもあります。例えば何か痛みがあったときに、その原因が全くわからないというのは不安でしょう。自分をはじめ体のことをしっかりと把握するには、医師という職業がうってつけだと思いました。週末の土日に1時間ほどジョギングしてます。雨で走れないときはなんとなく違和感を覚えるくらいに習慣づいています。あと毎朝ラジオ体操をしてから出勤します。それと朝ごはんのときに必ず納豆を食べます。小ネギをたっぷり、からしを効かして、あとは腹8分にとどめておくことですね。はい、でも最後の日は炊きたてのご飯とからし明太子も食べたいですね。